どうも、六六組のエンタメラブへようこそ。六六組のサクスとキメラジです。ということで、サイレント第6話直後考察動画丸に1夜明けましたけども。明けましたね。余韻が取れませんね。いや、ずっとなんか胸に突っかえてるこの 何かモヤモヤみたいなのがね、うん、それほど濃密な回だったね、7回は。いや、本当にそうだよ。うん、なんかもう7のね、その後の恋を追ったエピソード7を見たいエピソード7、ああ確かにね、エピソード7見たいですね。まあ本当に感情移入がね、できた回でありましたね。うん、まあそんなね、6話だったんですけども、まあ昨日アップした動画もですね、ぜひ6話について触れてますので、こちらもチェックしていただければと思います。今回の動画ではですね、6話の名場面でもある7と紬のカフェシーン、これについて触れたいと思います。まあこの時のね、7の心情をちょっと考察してみて、深く語っていければなと思いますし、まあプラスにですね、その人どんな人ゲームっていうのもちょっとゲームなんですか、あれは6話あったので、そこも触れたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。さあ、というところでね、7と紬のカフェシーンについて深掘っていきたいんですけども、まずちょっと触れたいのが、2人のカフェシーンの前に7が見た夢の話、はいはい、これをちょっとしてもいいですかね。うん、まあ7が見た夢っていうのが、まあ、自身が聴者になった世界線で想と待ち合わせをしていたシーンですよね。うん、これが音のない夢でしたよ。うん、なんか7の憧れが全部詰まってましたね。本当ね。うん、恋人との電話、好みのハンドバッグ、うん、恋人と手をつなぎながら話すと。うん、うん、まあその夢を見た7は目が覚めると自然に涙が流れていたと。で、なんかこの涙っていうのが俺ちょっとある種の答えだと思うんですよ。はいはい。7はね、6話の冒頭でソーに音のない世界は悲しい世界じゃないよと伝えていたんですね。はいはいはい。まあそうやってソーには伝えていたんだけども、うん、現実問題、この音のない世界は悲しかった、うん、まあ夢の中ではね、7はこう楽しそうに笑ってたり喋ってたはいたんだけども、それを見る第三者目線の7は泣いてたわけじゃないですか、結局ね。まあそうね、うん、っていうのがあるから、その現実に対してちょっと胸はグッとなったかな俺。まあそうだね。だから結局現実は、あ、音のない世界なんだということで、うん、まあ、割と冒頭ではさ、割とポジティブな言葉を言ってたけども、まあ結局深層心理ではやっぱ悲観してる部分っていうのはあるんだろうね。まあそれは絶対しょうがない部分ではあるんだけどね、まあ、絶対あった方がいいものだからね。まあもちろんね、うん、まあそういったところをね、見返して改めて思いましたね。うん、でその夢を見てこう泣いてしまって、何かを決心して7は紬に会いに行くと。うんうん、ここなんですけども、僕の個人的な見解としては、当初の7の気持ち的なところは、うん、紬に会って、うん、ソーのことをこれからよろしくねって伝えようとしたのかなって。おお、うん、そう、託そうとしてたの。そうだね、うん、音のない夢を見たあの日っていうのが、ソーとカフェで話し合いがあったわけじゃないですか。うんうん、で、まあ、その時に7はソーにすごいひどいことを伝えてしまったっていうのもあるし、うん、7が望む関係性っていうのは実質あの場でもう壊れてる。うんうんうん、だからそれならせめて大好きなソーのことを紬に託すみたいなね、そういったことを伝えようと思ったけど、けど本編見たら分かる通り、実際会ってみたら、まあ、そういった気持ちよりも腹立たしい気持ちが勝っちゃって、あんな結末になってしまったのかなって思うんだよね。ああ、なるほどね。うん、紬と実際に対面したら変わってしまったんだっていうところがあるかな。まあ、初対面っていうのもあったし、うん、自分の恋人を奪った人というフィルターをかけてもう見てるから、うん、まあ、いろいろ目の前にした時に気持ちの変化があったと思うんだよね。うんうん、ということで、ここから2人のカフェシーンについて触れていくんですけども、まず前提としてですね、紬は何も悪くないです、はい、まあまあまあ、はい、まあそれを前提に置いて、紬はちょっとね、無意識に7の地雷を踏んでいたのかなとあっちゃ思うんですよ。うん、まあその結果ね、7は走ってカフェを出て行ってしまったっていう流れになったと。うん、まず1個目の地雷はですね、紬の私注文しますねですね。おうん、まあこれ細かいところなんですけども、まあ普通に見せたら紬のね、ただのいい気遣いというか行動なんですけども、それは7からしたら紬が普通に声を出して注文してるのを見たと、うん、まあちょっと気分は悪くなるのかなとは思うんだよね。うん、まあ手話もできて耳も聞こえて声も発せて、うん、全部持ってるんだねやっぱりみたいな、はいはいはい、っていうのを目の当たりにしたから、気持ちの変化っていうのは絶対あったと思うんだよ。うん、で2個目の地雷はですね、まあ皆さんお分かりだと思いますけども、紬がソーに手話を教えてもらっていた件、うんうん、
もはやね、奈々の名言とも言ってもいいプレゼント使い回された感じですね。出ました、うん、これセンス抜群ですよ。抜群だよね、もう、いい闇だよ、ほんまに本当に、奈々が宋に手話を教えていた、うん、で、宋は紬に手話を教えていたっていうのをですね、好きな人のプレゼントを包みを直して他人に渡された感じと、うん、うまいこと言っておりました。まあ、あの時の奈々の心境は辛いだろうね。いや、まあさすがに答えるよ、あれは、うん、だって宋の手話は私の手話なんだもん。そうだね。で、しかもそれをね、自分から宋を奪った女が得意げに使ってるってなると、それ誰でもああはなりますわな。うん、だって宋もさ、俺の手話は奈々にだけ伝わればいいっていう言葉も言ってたから、言ってた、うん、その手話を他の女の子に教えて距離を近くしてるわけですから、紬に伝えてるじゃんっていう風になっちゃってるしね。そうだね、うんうん、まあここのこのプレゼントを使い回された感じに関しては、うん、俺結構奈々の中では抑えた方なのかなとも思うんだよね。抑えた表現の仕方をね。まあ本当だったら、まあ道徳心理をなくすんであったら、うん、うちの手話で宋とイチャイチャしてんじゃねえよ言わないだろ奈々は。そんな、うん、でなんでお前の方が選ばれとんじゃいみたいな。もう、ああもうそこまで、そこまで言いたかったけど、なんとかプレゼントで抑えた。ああなるほどね、あれで抑えてた方なんだだいぶだけどな、だいぶだけどなプレゼント。そうだよな、うん、もうここだから本当に最大の地雷ではあったのかなと思うよね。いやまあそうだろうね、うん、うん、でさっき佐久も言ったように普通に話すし、うん、でめちゃくちゃ手話もするしってなって、うん、でその手話がさらに宋から受け継がれたものだってなったら、うん、辛いよな、辛いよ本当に、うん、だって2人だけの世界のキーアイテムじゃん。うん、そうだよ。図書館のシーンでもさ、うん、2人だけでこう話していいねみたいな、うん、特別な世界を作れるものなのに。そうだね。だから奈々にすれば、まあ、言葉悪いかもだけど、もう聴者は入ってくんなよみたいな、まあ、そう、なんで入ってくんだよ、うん、みたいな気持ちはあったろうね。絶対あると思う、うんうん、で最後の地雷はですね、紬は宋と電話したことがあるけん、うん、まあ奈々はね宋の声が聞こえませんから、宋くんどんな声してるのと、まあ好きな人の声が聞きたいのにかなわない、うんうん、でなおさらね、その日に奈々の夢で宋くんと電話してるのを、うん、見てるから、いやそうだね、よりきつかったのかなと思うし、うん、だからあのカフェのシーンってすごいちょっと短かったけど、奈々の叶わない夢を全部経験してる紬がいたし、うん、まあそれだけじゃなくてその肝心な宋も奪われてるっていう事実があるから、これダブルショックなんですよ。そうだね、だから対照的に奈々は何にも叶わないわけですよ、うん、それが。いやそれはちょっとかわいそすぎるね、うん、だからあんた幸せもんすぎるやろと、うんっていうのもあって、まああともう泣きそうになってたじゃないですか、うん、でも泣いてる姿見られたら惨めでしょうがないと思ってもうバーって出てたんだもんね。まあそうだね、それは見られたくないわな、うん、で出てた後にこう溢れ出してたから、うんうん、そういった心境っていうのがね僕らは見えたかな、うん、だからこういう風にちょっと心情を深く考察してみて、再度あのシーンを見てごらんなさいよ。また泣けます。いや泣けるよ、うん、考えれば考えるほど泣けるよね、うん、本当に。ちょっと逆貞子したいもん俺。なるほど、逆貞子、逆貞子、もうあテレビに入ってきて逆貞子だそれ、うん、確かにマジでね俺じゃ救えないんだけど、そうそうそう、救いたいっていう気持ちが、なんかそばにいて、うん、あげたい、そうっていうのがあったから、すごい名シーンでしたね、うん、はい。で次はですね、6番のキーワードの一つでもあるその人どんな人に関して触れていきます。お、まあ、これはちょっと湊が発案した合コンのゲームで間違いないですか。いい、合コン行かないです湊は。あ、ですか。うん、違いますよ。この言葉っていうのがね、湊と宋の焼肉のシーンであったんですけども、うん、まあその人どんな人っていうのが、どんな人って聞かれた時に好きな人のことだとその人の好きなところを言っちゃうよと、うん、知り合いとかだと普通に関係性とかプロフィールとか説明しちゃう、うん、まあ全てに当てはまるわけではないけどねと、うんうん、湊が言ってましたけども、そのゲーム概要を知らせれる前に、湊は宋にね、奈々ってどんな人なのって質問してましたね、うんうん、で、宋の答えは、生まれつき耳が聞こえない、大学の時知り合って手話を教えてもらった。で、この答えをね、紬にもあのお好み焼きで一緒に食べてたし、うんうん、あそこでもちょっと言ってたのかな、うんうん、まあ、あの時はちょっとドジっ子でとかも加わってたけど、まあそうだね、うん、で、これは紬に対しての答えもありました、うん、以前宋はですね、奈々から紬ってどんな人って聞かれてたらしくて、で、その答えっていうのがまっすぐ見てくる感じ、性格もと答えてましたね、うんうんうん、まあここを見てもね、宋の中での紬、奈々への思いの違いが出ていたと。この答えを導き出した皆ともちょっと意地悪ですね、やっぱね。いや、まあね、うん、多分あれさ、発案したのは春尾先生だと思うんだよね。あれ、そうなの。うん、春尾とさ、湊って居酒屋でよく2人でやってるじゃん、はい、だし、春尾がさ、あの後紬に対してもさ、あ、どんな人っていう風に
層のことかな確か聞いてたから、うん、多分その春尾の入れ知恵で湊が多分得意になってああやって回してるんで、なるほど多分なんか俺そんな気がした。あ、そうなんだ。なんか湊から春尾に教えるってあんまなさそうじゃない。うん、だからどっちもね同じようなことをしてたから割と春尾の入れ知恵なのかなっていうふうに思ったけどね。手話の先生でもあり、うん、合コンゲームの先生でもあって合コンゲームじゃないのよ。あ、そうなんですか。あれは多分人のさやっぱ真相真理を読み解く上でやっぱりそういったまあ手話まあ、それはろう者の方に対しても多分使えるテクニック、まあ、そういった気持ちの意思疎通を図れるあれだから多分そういったね春尾からの伝授だったのかなって感じがするよね。なるほどね、うん、でこの一連の7に対してのどんな人っていうこういう質問、うん、その中で答えが変わってたタイミングがあったんですよね、はいはい。まあ、それは焼肉後のシーンなんですけども、紬に会って紬から7ってどんな人っていうのを聞かれてたんですよ、うん、そこではそうはねすごく大事な人に答えを変えていた、うんうんうん、ここの心境の変化っていうのなんかあったんだろうねやっぱ。まあそうだね、だから、うん、湊にさその問題を出されてめちゃくちゃ説明的な答えを出しちゃった、出しちゃったね、まあ、うん、だからまあ深層心理ではそうだけど、まあその中では別にそんなことはないのよ多分。まあな、全然奈々も大切な人だけども、うん、まあもちろんやっぱ恋愛過剰はないっていうところだけど、だからといって説明的な答えにするのはやっぱりちょっと自分としても心が痛いし、うん、本当に大事な人だから そうだね、そういうふうに答えたっていう感じなんじゃないかな。まあ本当に大事な人でやるしね、うんうん、でもその後ちゃんと向き合うと思ってるとまで言ってるから、だからこのなんかたかがちょっと、まあ、深層心理ゲーム、うん、まあ、ゲームっぽくあるけども時にはこの上なく決定打になるよねこういうのって。なんかいやまあね頭からこ取れないみたいな。まあそうめっちゃ気になるよねそうそう、うん、別にたかがゲームなんだし、まあね、全然当てはまる全部に当てはまるとは言わないけど、うん、7からしてもさその答えを知ったらさ、うん、絶対残るじゃん。いや残るよ。だってソウがそういう風に答えてたのは知らないけど、うん、え答えてたんだってなるとさもうこっから始まってたんだみたいな。いやまあそうだよね、うん、ちょっと第6話のオンエアは見ない方がいいね7はね。いやそうなんです本当にねだからここの分野でもちょっと7に対しては残酷な、いや本当よところだよねこのゲームって。だからちょっとね本当に6話での7のかわいそうな部分が全部払拭されるようなことが7話で起きてくんないと報われないぜ本当に。いやほんまに本当に頼むぜって感じだね。いや本当に頼みますよ、うん、はい。さあというところで6話サイレント史上一番泣いたという声も多いですよやっぱり。いや本当そうだね、うん、まあなんかだんだんサイレントという作品と我々の体がこう徐々にこう何て言うんだろうねなんか合ってきてるからこうし合ってる感じだよね。そうそう毎回毎回この号泣の回が更新されていくのっていうのは、うん、もうだんだん我々もサイレントの世界線にこう入ってるからもう感情移入がすごくできてるっていうことだからね、うん、なかなか毎はそれ更新していくのでないよね。ないよ本当にないよね。今日はちょっと落ち着く回なのかなと思っても、うん、もういざ始まってみれば毎回すごいんだから。そうなんかいろんなベクトルから攻めてくるよねその涙の種類もね。ほんまに、うん、まあ、というところで、うん、こういった、まあ、歴史的作品になったことはもう間違いないですし、そうだね、まあ、ぜひねリアルタイムで皆さんとね、うん、見ながら、まあ、感想をね、共有できたらなと思いますので、うん、お越しくださいお待ちしてます、うん、ということで僕たちはこの動画も取り上げておりまして、秋のドラマ大変面白い作品いっぱいあります。僕らと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。チェックよろしくお願いします。ということで以上ろくろっ首でした。ご視聴どうもありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったらちゃんと高評価よろしくお願いします。ということで最後にケムロジェ、はい、頭の中に一番好きな人を思い浮かべてください。その人はどんな人。神対応だな。いやっぱないがい